天皇賞春で10着だったヒュミドールが、骨折していたことがわかりました。骨折としては軽度のもので、全治3ヶ月くらいであるとのことです。天皇賞春で故障が判明したのは、タイトルホルダー、アフリカンゴールド、当選カンビーナに続き4頭目となります。やばすぎだろこれ。それだけ京都の3200はしんどいってことや。レース後にこれだけ故障する馬が出るってやばすぎ。勝ったところで守護馬価値は上がらないし。京都は高速馬場だし坂もあるし。イクイノックスが出ないはずだわ。これだけ怪我が出てしまうと誰も出てくれなくなるぞ。3200は長い。今の時代に合ってない。新装オープン最初の G1 でこれでは先が思いやられる。タイトルホルダーは故障ではないので3頭ですね。有力馬の回避が続出したら天皇賞が G2 になることってあるのかな。念のため検査したら発覚したくらい軽度のようです。キスプヘブンの孫か。下りながらカーブなんて足の負担すごいだろ。危険なコースだな。ヒュミドールはタイトルホルダーが下がってきて避ける時に変な体勢になってる。ハルテンは中距離のダート戦にしよう。一番軽傷なのがタイトルホルダー。当選カンビーナが一番かわいそう。京都競馬場はクッション性が高いとは何だったのか。